なチャンネルのダイナです。今日は3ヶ月ぶりに美容室にこれから行くんですけれども、ちょっと前回ショートにしてだいぶ伸びてきたので、ヘアチェンジをするのか、このまま伸ばしていくのか、カラーをどうするのかっていうのもちょっと相談をしてみようと思います。相談をして決めたいと思います。はい、今日はスタッフの方々とも楽しいお話がまたできるといいなってちょっと思っています。はい、ではこれから行ってきます。ダイナチャンネル。なんかどうしようかなと思って、まあ、髪の毛前回すごい短くして、うん、まあ分かる分かる。何ちょっと伸ばしていきたくなって。あ、そうそうそう、ちょっとだけね。そうそうそう、あ、なんかちょっと、うん、もうすごいもうダイナさんの気持ちをその憑依してもすごい分かる。なんか目標を決めると一番本当なんですよ。あ、はいはいはい。あ、で最近なんか知ったのが、あの最近の本当に出たての美容師はウルフカットできないってそうなの。まあ言ってることはちょっと分かりますけど、はい、そう、意外とねウルフカットってまあ多分そのねニュアンスがすっごい変わってきたっていうのもありますけど、ね、今の若い子たちのウルフカットと僕ら世代のウルフカットって多分本当にイメージが全然違うんですよ。あ、そうなの。全然違います、うん、僕らのイメージって狼カットっていう言い方が多くて、そうですね、今のニュアンスって毛先のニュアンスはこう毛が動きがあるけど絶対艶があってマスターズ、あー、そうなんだ。からマッシュ上だけ見るとマッシュルーム形状で艶がすごいんですよ、うん、それから毛足だけはすごい長さがあるんですけど、イメージでウルフカットになると思うんですよね、うんうん、あ、そうなんだ。だからどこを求めてるかなんて言葉だけで言ってみちゃうと、いや全然別のものになっちゃうので、ね、これもまたイメージで写真で共有できる。あ、何も持ってきてなかったんだよな。大丈夫大丈夫、もうただ何でも言っていただける。だから襟足は残しながら少しこう艶のあるというか、うん、はい、という感じで、はい、お願いします、はい。まあ、このまま伸ばしていくとちょっとウルフな感じがどんどん出てくる、うんうん、ダイナチャンネルお願いいたします。お久しぶりでございます。お無沙汰しております。明けましておめでとうございます。やばいどうですか、お元気ですか。いや、もうお元気お元気お元気ちゃんちょっと最近煙にまみれる夢は見ましたね。それくらいです。そうなんだ。それ以外は元気です。本当、あ、私もなんかこの前ね、つい昨日、一昨日、うん、睡眠アプリで、うん、あの咳とか寝言とかもね、全部録音できるの。やばい、ね、怖い、怖いのが録音できたの。え、え、ちょっと待って、マジですか。助けてって言ってんの。やばい、怖いよ、怖いと思うんです。怖すぎる。で、なんか夢の中でも、なんだろう、実家に帰ってお札がいっぱい貼ってあるの、私の寝てる部屋に。で、そんなの貼ったら絶対出てくるよって言ってたら、なんか出てきて、で、ふぅって言ってたら録音されてたっていう。すごい怖いんですけど。もしかしたら言ってるかもしれないです、ギブリングが見れて。夢占いとかはしますか。します、します。怖くなりますよね。近くたって怖くなりますよね。知りました。何て出ました。マシュマロみたいなサイズのウジ虫みたいなやつがコーティングされちゃった時もあって。コーティング。体中に、はいはいはい、なんか、その時に夢見ながら母にあげるするです、ね、母は私が寝かけやだったら、母がなんか瞬間におにぎり投げたんですよ。それがもう完全に夢とマッチしちゃって、もうリンクしちゃって、もうハッて飛び降りて、さすがに本当にゴキブリ飛んできたと思って、めっちゃ怖かったです。
最悪の犯罪はありますか？それ以外はもう超見てる。あ、本当？でもストレス抱えてるってことでしょ？やめてくださいね。そういうキャラに仕立てないでください。ミントよみたいな。実は病んでるみたいな。え、何があったんですか本当は。なんかほら、彼氏が言うこと聞いてくれないとか。あ、彼氏は高校生の時代に行ってます。あ、そうなの。あ、失礼いたしました。全然大丈夫です。なんかもう最近の人に言ってた。あ、本当？絶対今日私これ喋っちゃいそうって思ってた。何があったんですか？帰りたい時に帰らせてくれなかったから別れました。それ帰らせてもらえないってお家からって？あ、いや、居酒屋ですね。あ、そうなんだ。そこで喧嘩っていうか、まあ、私が説教してて、うん、もう疲れたから帰りたくなって、うん、もう相手って、そういう喧嘩した時こそ一緒に寄せたいかなって。ああ、なるほどね。時間を共に寄せたいかなって。はい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 。私は逆なので、うん、一人でいたかった、ね、そう当選もされたんで分かります。そんなことするの？私前のセンター街で名前呼ばれて恥ずかしかったです。アスミン、アスミンね。分かりない。世界の中心でなんか叫ばれちゃった。マジでやばい。若って思いました。若いなって思いました。私さ、はい、アス先生と多分年代ぐらいにね、はい、付き合っていた人と別れたら、はい、向こうの家に置いてあったものを、はい、手渡しするからって言って、はい、待ち合わせをねしたの。M子車乗ってて、そしたらそこで拉致監禁されて、え、なんか100キロ離れた町まで連れて行かれたことがあって、なんか向こうは別れたくなかったらしくてっていう経験をしたことがあります。過去怖い。なんか弱みを握られてて。弱み、うん、そういうなんかビデオ撮られてた。会社に送られたくなかったら、うん、まず車に乗れって言って車に乗って、うん、100キロ離れた町に行って、それでホテルに監禁されてみたいな。だから気をつけた方がいいからね。私はバカだったなと思いました。でもね、一度付き合ってた相手だからそうなるとは思えないですもんね。そうなの。普通にダイナチャンネル。え、ちょっとダイナさん、ナギト君ちょっと見つけてくださいよ。報告何ですか？彼女できました。彼女できたの？彼女か。なんだそう。なんで？そうだし。そうね。そうだし。そうなったんです。僕も。え、待って。若い。なんで？どういうこと？なぜ？なぜ？好きな人ができちゃったの？僕前回お話ししたじゃないですか。はい。それはどうなったんですか？うん、でも今も結構そうなんです。そうじゃそうで、うん、変わらずで。うん。でも人として好きになって。あ、人がいた。どこで？どこで？でも地元の子で、うん、でまた仲良くなって、うん、一緒に遊ぶようになって、うん、素敵だな。うん、どのくらい付き合ってるんですか今？もう全然最近です。もう2ヶ月。あ、2ヶ月もだったんだじゃん。はい。どうですか？楽しいですよ。楽しいですし。いる、え、なぎとくんのことは知ってるんですか？いろいろそういう話を。そう、知らない。それは知らない。それは言えない。言えないです。でも YouTube 出ちゃってるじゃん。そう、だから、いや、それで、ね、見てくれたら、それでもそれで知ったらいいんですけど、うんうん、え、でもなんかでもさ、他から入ってきて知ったらショックじゃない？確かに、なぎとってそうだったか。うんうん、それはあるかもしれないです。うん、まあ、はい、若いので大丈夫だと思いますけど、はい、そうか、彼女ができました。しい、ね、はい、まあ、おめでとうございます。はい、このシーンは使えません。ダイナチャンネル。かわいい、うん、はい、ありがとうございます。すいません。